んだ。お前今のプレスいいと思うか。このプレレス今日でフリーダムコース上に上がるために開催したいと思います。あなたに関係ないでしょ。やりたいっていうことは死にたいっていうことなんじゃないの。4月から6月のフラッシュバックをスタートする前に、3月の後半戦の中から心に残る1日をピックアップしてお届けしよう。 3.23 横浜アリーナでアジャコングを破り三冠防衛を果たした井上京子が生まれ故郷山形県南陽市に凱旋帰郷。父清さん、母清子さんの出迎えを受けた。父ちゃんに入れたか。ご両親にとって世界チャンピオンである京子は自慢の娘である。俺が陸上選手だったの。何が何がかっこいい。京子はあんま知らないけど、あれ3000メートル当時の全国3番の記録を持ったの。分かった。だからこいつじゃ運動さっきの学問じゃダメだなと思って、俺の子だからダメだなと。せっかくふるさとに帰ってくるのに、ベルトなくなってしまって、なくなってしまったらどうしようかななんて心配もしてたんでしたけど、おかげでまた持ち帰ることができて、地元の皆さんに顔向けができますし。泣いてんの？あんなんだ。いいの？本当に皆さんのおかげでね、3冠取れたので本当にありがとうございました。泣いてんの？この日の会場である南陽市体育館には、地元のヒロインを一目見ようと大勢のファンが詰めかけた。3本のベルトとともにメインの6人タッグに登場した京子は、王者の風格を存分に見せつける試合を展開した。ご両親の営む店はこの日ばかりは開店休業。
選手やスタッフたちにより一層のパワーをつけてもらおうと手料理を振る舞った。青いのニラ入ってから体にいいんだから残さないと食べなきゃダメだと。はい、はい、あら、なんだ、もう終わったんかな。一、二、の、三、はい、はい、じゃあね、ママ行くね、バイバイ。また寝てんの。あ、はいよ、じゃね。一日だけの懐かしい再会を心に刻み、京子を乗せたバスは次の試合会場へと出発した。この日、欠場報告をした豊田真奈美は観客の熱い要望に応え、自慢の喉を披露した。Thank you.
3.23 横浜アリーナで悲願のトヨタ越えを果たした伊藤は、この日シングルで初めて後楽園ホールのメインに登場した。20分経過。いや
初戦では吉田麻里子にラマヒストラル対決を挑む玉砕。第2戦では下田美誠の板振りに耐え抜いたものの力尽きた本川恵美。この2戦で得たものを次なるメジャーリーガーにぶつけていけるか、本川の挑戦は続く。吉田
5月4日東京タワーボールで G トップワンデータッグトーナメントが開催された。組み合わせはご覧の通り、前回優勝チーム強行谷井組の2連覇なるか、それを阻むのはどのチームか。1回戦突破1組目は伊藤中西組。真夏の夜の武道館、準優勝チームアジャ田村組も高連携で1回戦を勝ち抜けた。準決勝では大先輩アジャに対し、ルーキー中西が気迫の張り手で死に物狂いの戦いを挑んだ。伊藤のアシストながら先輩田村からフォールをゲット。優勝候補からまさかの金星を挙げ決勝に駒を進めた。準決勝第2試合は相手チームの粘りに苦しみながらも、最後には前回優勝の意地を見せ強行谷井組がフォールを奪った。強行谷井組、伊藤中西組、優勝の栄冠はどちらに輝くか。今大会でその動きが俄然光っていた中西が準決勝に続き先輩をフォール。伏兵伊藤中西組が優勝の栄冠を勝ち取った。6日から9日までのオフの期間を利用して恒例の強化合宿が行われた。今回参加したのは平成6年組以下の選手たちと練習生、そして堀田、豊田、伊藤、前川の4選手も自主的に加わった。手や頭、はい、ちゃんとやる。最近怪我が多かったから、ね、しばらく試合休んでたりして、まあちょっとした休みでも本当にね休んでられないっていうか、もう取り戻さなきゃいけないなと思ったんで、それで今回新人が合宿するって聞いたんで、じゃあ一緒に参加させてくださいって言ったんですけど。練習は朝、昼、夜、1日3回のハードスケジュール。選手たちが元気にこなす一方、初参加の練習生にはまさに地獄の日々である。危ないよ、はい、前に取る、前に。食事の時間は唯一の楽しみであり安らぎのひとときである。しかし気を抜いてばかりはいられない。自分のゴミぐらいちゃんとするのできないんだ。もうこんな山積みになってたもん、ゴミが。で見てもさ、今日も捨ててないしさ、誰かに私言ったよね、今日ね、うん、甘えちゃったりとかしちゃダメだよ、はい、ね、それもこの合宿 の, あの
合宿に入ってるんだから、そういう生活をするっていうことが。はい。ね。すいません。すいません。合宿では全身をバランスよく鍛え上げるために秩父の大自然を利用したメニューを取り入れられている。また選手の自主性が重んじられ、一人一人が自らの目標を定め淡々と練習をこなしていくのである。シングルマッチしよっか。今から10分間寝技なしの、どうどう、はい、やって、早く続けて。はい。先輩から直接指導を受けられる貴重な日々、このハードワークに耐え抜いた経験が試合での力につながっていく。相手がネズミホールになった、エンドが逃げる動くでしょ。24時間を余すところなく使い、合宿の夜は更ける。ここからは全場ベストコレクションスペシャルコーナー。ご存知、浜田深川の玉深コンビが5月24日から28日まで3泊4日のグアムツアーを敢行。青い空、白い雲、常夏の島、グアムで過ごしたはちゃめちゃな4日間にカメラが潜入。一体どんなツアーになったか、それでは行ってみましょう。玉深の南国での笑顔に迫るグアムツアー、始まり始まり。ねえ、やめて、ちょっと近くで撮んのいい。私たちも短い時ですが楽しんでいきたいと思います。はいはい、言って、はい、そういうことなんで頑張ってきます。行ってきます。もしもし、はいはい。元気よく出発した2人、それもそのはず、玉深にとっては初のグアムツアーということで気分はウキウキ。またこのツアーに参加した24名のファンとの触れ合いも楽しみだし、今回2人のお母さんもご一緒ということで3時間のフライトもあっという間。常夏の島グアムに到着です。あ、やってきましたよ。さーて、まずは玉深ご一行様、グアム島の観光です。恋人岬やラッテストーン公園、スペイン広場を巡って、ここグアムの中心地アプガン砦にやってきました。やっぱり日本人観光客が多いですね。できました。ここはアプガン砦です。すごいでしょう。グアムの首都にあるんです。全然首都って感じがしないですけど、すごい見晴らしがよろしくて、綺麗よ。
ゃくちゃ綺麗でしょ。ねー、こちら玉田選手、あれお母さんとショッピングですか。親孝行してますね玉田は。さて一方の深川は何をやってるのかな。どんな水着が好みなのかな深川は。だってダメでしょこういうの、ダメでしょ。まだ買ったですってまだ終わってないんですけど、なんかすごい短い時間だったんで、もっともっともうちょっと時間が欲しかったな、日にちが欲しかったなってすごい思います。はい、今日これを嬉しくなかったんです。いいですかこんなもんで。さて続いては水着撮影会の模様です。リング上のコスチュームよりこっちがいいな。おすましする2人。あれ続いてゲーム大会。キリモジフラッグ復活。ちょっとタマだ、わかんないよ。もう一回、はい。はい、行きましょう。4文字です。はい。さすが普段タッグを組んでいる2人。息が合ってますね。あれ？わかるかな？またみんな来てくれるといいなと思って、個人的にはスペインとか行きたいな。スペインってあれでしょ、アルプスの少女ハイジに出るとこでしょ。どこアルプスだ。アルプスどこ。スイス。スイス行きたい。ロサンゼルス。でもなんか韓国とか何台湾とか食べ歩きツアーとかやりたいんですけど、ロサンゼルスとか行ってみたいです。ニューヨーク。おや、プールで水遊びの深川選手。もみもみなんてね。アジャさんまだ来てるんだって。もう待ってる待ってる。アジャさんもどこ。アジャさんもここで。アナ絶対使うでしょ。私じゃない、お母さんも言ってるの。私じゃない、お母さんも言ってんだよで、なんか弁解してる自分も嫌だ。
そろそろ日も落ちてきました。お腹も空いてきたということで、夕食はなんと豪華にデラックスディナークルーズに乗っての船上ディナーです。ディナークルーズ、そう、ディナークルーズ、この船で今日は夕食、飲み放題、食べ放題なので船がね、変わったね、なんか写真と、うん、結構かっこいい。10分かけて移動して行きます。水平線に沈む夕日、戦う乙女は一人何を思う？今ですね、ちょっと、ね、これから始まる五番勝負のために新技をね、この夕日を眺めて開発してるんですけど、一つ二つもう出てきましたよ。名前もね、この夕日にちなんで考えてるので、楽しみに。今回こうやって延期になってしまって、2人して考えられる時間ができたんで、いろいろどういうふうに試合をしていったらいいかとか考えながら、やっていきたいと思います。タッグ、ダブルとかコンビネーションをいろいろ考えてるんで、そういうのを出しながら頑張りたいと思います。5回の試合全部ね、なんか残らせて、なんかこれが良かった、良くなくてもこれが印象に残ったとか、すごいファンの人のね、思い出に残るよう、印象に残るような試合をいれば、まさか多分自分にも印象に残る。いかがでしたでしょうか。タマフカグアムツアー、今回はツアーのほんの一部だけを紹介しましたが、ファンとの交流の中でいろいろなゲーム大会やカラオケなどのイベントで大いに盛り上がった4日間となりました。再生タマフカ飛翔ロード5番勝負に向け、新たなる決意を胸に楽しかったグアムを旅立つタマフカ、最後は玉田の言葉で締めくくりましょう。3WA 世界タッグ選手権、王者チーム2度目の防衛戦の相手は下田三田組。時を追うごとにエスカレートしていくラフ攻撃は、まさにラスカチョーラスオリエンタレスの復活を体現していた。
これこういう形になったからには納得がいかないのでベルトは腰に巻けませんね。ぜひまた一切凶器とか使わないで一応なのかわからないけどまたベルトに挑戦できる日があったらまた初心に戻ってお前ら何かに言ってきたなあんたおらねえんだ言いたいことだおらやれおらなんだおらなんでどうしたおらあなんだよどうしたおらなんでお前チャンス言うんだろうななんだよおらどうしたんだおらなんだよなに？あーらららら。バカだ。本当バカこいつ。反則負けという結果に終わってしまったんですけれども。あんたに関係ないでしょ。結果結果。今日が一番手応えがあったのは認める。向こうはもう一回行ってくるんですけども、三田さん、新田さんはもう一度、田辺、前川と、という再戦っていうのはどう考えますか？やりたいって言うんだから、別にいいんじゃない？でも、やりたいっていうことは死にたいっていうことなんじゃないの？ないなら帰れますよ。疲れてる。この後両チームの要望により 6.18 札幌大会での再戦が決定した。秩父での強化合宿にも参加した練習生3人がこの日プロテストに挑んだ。スパーリングのテストで前代未聞の事件が発生。なんとヒートアップした中原奈々がイス攻撃に出たのである。プロテストで早くも存在感をアピールした中原をはじめ3人全員が合格。体格的にも恵まれているだけに今後の活躍を期待したいものである。ありがとうございました。またこの日復帰が待ち望まれているチャパリータアサリが 3WA 世界スーパーライト級のベルトを手に登場。このベルトを延長ですか？自分がこのまま持っててもそのベルトの価値は下がっていく一方なのでとりあえず延長してまた復帰したら取り返したいと思います。問題の、体調の方復帰の明度その辺のお話はどうでしょうか？
徐々に良くなってきていて、体を慣らしている状態なんで、夏までには地元が8月の33日にあるので、その時には絶対完全にも復活しているように。
ストセミファイナルより井上京子選手のフォール勝ち。玉田深川両選手の負傷により延期されていた5番勝負がこの試合から再スタート。決死の覚悟で臨んだもののラスカチョーラスから血の洗礼を受けることとなった。Stop!
パワーファイタートリオとフリーダムフォースの6人タッグマッチは力と連携プレーが交錯する好勝負となった。
トヨタを力で制した堀田は相手チームの伊藤に疑問を投げかけた。おい伊藤、お前今のプレスいいと思うか？このプレス、そしてさっきやったラスカ長ラスかわからないけど、ああいう試合をやっていいと思うか？おいどう思う？え？全選手を巻き込んでの大乱闘は場外に及び、後楽園は怒号と絶叫に包まれた。それがやっぱりもう結構そのバーリテューブをやり始め、まあ終わってからでもいいですけど、去年ぐらいからあたりからずっと考えてて、何かそれを変えてやろうじゃないかなっていう自分の中の気持ちがあって、それで、うん、そういう気持ちがちょっとこう今日田辺と前川と組んで、まあ、私はやっぱり頭の中にこの子たちの名前にも名前を入れてたし、まあいいね、相手には伊藤もいるし、いいタイミングじゃないかなと思って何もこの人たちは知らないけども、ああいうもう成り気になっちゃったけども、うん、この子たちもやっぱり強さっていうのをイメージして、
ロレスをしてるんじゃないかなって。だからそういうああいうヒールとかああいう凶器を使ってやることとかそういうプロレスに対してのそういうパフォーマンス的なプロレスっていうのは自分には、うん、よく納得がいかないという。私たちはもうこの間の千葉公園で三田島田とやった試合だけが頭から離れないんで、まだちょっと他にも考えることいっぱいあるしまだ分からないんですけど、それ帰ってからちょっとホッチさんに話聞いてみたいと思います。怒ってたから言うな、言いなよ。怒ってたから。札幌への意気込みみたいなのありますか？やっぱり強い人が強いと思うんですよ。で、ああいうやり方が一番強いと思うんだったら、すなりもう何でも凶器持ってきて自分たちのこと倒せるのは倒してみればいいと思うんですよ。でも自分たちはそういうやり方絶対納得いかないから、ああいうやり方でやってくるんだったら自分たちはそれに負けないだけの技なり自分だったら蹴りなりで対抗していきたいと思います。堀田さんが何をしようとしてるか何を考えてるか分かんない。だから本当にもう何が何だか分かんない。ただ一つ言えることはやっぱりアスカルチョーラスみたいなやり方は自分も許せない。堀田に軍団結成を申し込まれたものの結論を出しかねていた渡辺にこの日決断の時が訪れた。獄門島で共に戦ってきた京子との直接対決。京子の見渡す視界にいつまでも入らない自分自身をこの対決で渡辺は見つめ直していたのである。
ても勝ち方は勝つんだよ、バカ野郎。私の方が勝ち方は勝つんだよ。ちょっと貸して、貸して。おお、ほんとだよ。僕も大事な感じがしてるな。あぁ、あれ誰、格闘技だか蹴りだか何か知らないけど、5分だよ。こんなに食っていいのか。あぁ、今はっきり言ってない、知らないから。絶対忘れねえからな。今見ての通り、私ももう本当にね、その場で率直にもうこのね鍋に聞きたかったし、ああいうねことになって、やっぱり本当の気持ち、素直の気持ちを聞きたかった。だから私はあのね、京子いる前、京子のいる前だし、聞きたかったね、この子の気持ちもやっぱりね、まあそういう獄門島とかいろいろの流れで鍋も京子の下についてたし、でもそれじゃいけないんですよ、ね、はっきりやっぱり、ね、あの時点で私はもう鍋に決めてほしかった。まあとりあえずもう本当にホトさんについていくっつうか、同じ考え持ったのは初め、同じ考え持ってた人って初めてじゃなかったんだけど、京子さんもちょっと同じようなあれだったんだけど、でも私は本当強く、みんなね、いろんな人も言ってるけど、もうとにかく強くなりたいし、まず第一条件やっぱり井上京子選手から離れることだったので、それがこうやっていい機会に恵まれたじゃないけど、だからやっと京子さんから離れて独り立ちと、今日がスタートっていう風になればいいなと思います。プロレスはやっぱり3カウントっていうルールだからあれですけど、やっぱり本田さんバーリトゥーズでもこう違うルールでも強さをアピールできるっていうか、自分もそういうの目指してるんで、やっぱり本田さんの意見聞いたりして、同じ軍団作るなら作るで入っていけば自分伸ばせるんじゃないかなと思いました。ここに真の最強を目指す堀田軍団が結成された。今日は久々に刺激になったっていうか、ちょっと、カチンときましたね。だからなんか今なんか太田さんが蹴りだか格闘技だからなんかやるぞ、なんか軍団作るかなんだかそんなこと言ってるけども、まあその軍団ができるっていうことは、まあ私にとってもね、すごくいい刺激になるし、私がもっともっと強くなる、まあ何でも私は吸収して、とりあえず自分が一番強くなれればそれでいいんだから、うん。
下田三田組の目に余るラフ攻撃に試合後伊藤は怒りを爆発させた。試合の興奮冷めやらぬ中、一人の選手が下田三田に近づいていった。自分を三田さん、下田さんから聞いてください。お願いします。三田さんはこっちだよ。お願いします。お願いします。もう考えろ。お願いします。下がって前に出て。自分も仲間に入れてください。お願いします。言ったじゃん、あいつが仲間じゃないんだって。はい、ね、はい、仲間に入ったから何の意味、ね、はい、私はいつのこと仲間って思ったことないの。はい、同じことを考えて同じようにそういう考えが知ってるからやってるだけであって仲間じゃないんだって、ね、はい、一人一人なんだ。はい、だからいつでも言ってんじゃないの。はい、ね、考えなよ。仲間だと気安く言わないで。はい、仲間じゃないんだって。はい、一人一人なんだって。はい、やっぱり今のままじゃ絶対自分でも成長しないと思うんで、同期から離れる意味もあって自分に厳しくやっぱり上から行かなきゃいけないと思うんで、三田さん、下田さんのところにお願いしに来たんですけど。伊藤との防衛戦を制した直後、京子の前に新たな挑戦者が名乗りを上げた。軍団を結成したばかりの堀田である。それは私はそれをステップだから、堀田さんは踏み台だから。私の逆にね、ガンガン来てくださいと、逃げも隠れもしませんよと、私が強くなれればいいんだから。札幌2連戦2日目、試合に先立ちアジャコングがジャパングランプリ97の出場辞退を発表した。まあでもそれはもうずっと前々から今年三冠戦やったあたりもそうでしたけど、うん、ベルトよりももっと別のこうよそに興味あるっちゃってるんで、まあ、そんな状況で出てもね、他の選手にもやっぱ申し訳ないし、ですから、うん、
外に目が向いている状況ですからね、今。中には目があんまり向かないんで。まあ、そのことは聞いてますけど、外はどっちの方の外で？いや、もう全部ですよ。全部です。どこでも。うちでどこでも全部。結成から2年4ヶ月、前女マットに確かな足跡を残し、この日、フリーダムフォースがフリーダムフォースとしての戦いに幕を下ろした。あんな試合では納得がいかない。チャンピオンらしい戦い方で相手を倒す。悲壮な決意で 5.26
千葉大会のリベンジマッチに臨んだ渡辺前川であったが、待ち受けていたのは悪夢であった。兄弟じゃないんだからさ、なんかさ、あれなんじゃない、勘違いしてんじゃない。じゃあもうプロレスのさ、教科書作ってよ。凶器持ってきたら退場っていう風にね。5以内ならいいって言う、それ決まってんでしょ、レフリーも言ってるし。守ったじゃんね、君ね、そのね、向こう守んなかったのは向こうだよ。それに対して文句があるんだったら、うん、プロレスの教科書作って私たちに読まして、やればいいじゃん、向こうだって関係ないな。前から見てわかるでしょ、バカみたいに、あいつあれ子供だからさ、バカみたいに私の顔をさ、ガン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 殴って、それね、怒りたいのもわかるけど、誰の反則負けになってんでしょ。だからあいつらの方がルール守れっちゅうの、バカだよね、ほんと。下田のハサミ攻撃により左腕を負傷した渡辺は病院へと運ばれていった。やり場のない怒りをマットに残したまま、堀田軍団やラスカチョーラスなど注目のタッグチームが並んだ今大会、6月30日までの連戦をダイジェストで一気にお届けしよう。
軍団入りに答えを出していない伊藤は試合後の堀田の問いかけに依然として沈黙を守った。この間の件はどうしたの？お前答え出せ答え、今答え出してくれ伊藤。今心の中ではだいぶ、決まってる、決まってきてる、ですけど、やっぱ昨日まだね、フリーダムホース解散してすぐだし、やっぱりね、まあもうちょっと気持ちの整理つけて。堀田軍団対ラスカチョーラス因縁の一戦は時間切れ引き分け、一触即発の気配に場内の空気は一変した。おめえだって膝がってんなら膝、お前今日使ってんだろうな、お前下げなきゃ、お前てめえだってやってんだろ、てめえら調子に乗ってんだよ。デブ先生早く帰れよ、寝る。トヨタ組対吉田組の試合中、とんでもないアクシデントが発生。なんと青コーナーの鉄柱が折れたのである。試合は20分の中断を余儀なくされた。すげえ。ロープを全て取り外し試合再開。創意工夫の戦略に勝ったトヨタ組が勝利をゲットした。このアクシデントのため、次のアジャ対下田の一戦は急遽会場のどこでフォールしてもいいエニーウェアルールでの戦いとなった。ラフファイトに絶対の自信を持つ両者、試合は壮絶なものとなった。
ちゃうから覚えとけこの野郎。ラスカチョーラスの非道ぶりがついに伊藤の揺れる心を一つの決断に導いた。チャンピオンだったらな、もっと正々堂々と試合やってみろ。いた嫌われなく上手したのお前は、いつでもやってやるよ。伊藤はルーキー中西とともに 3WA タッグに挑戦することとなった。またこの日全日本選手権が行われ、元気2歳の必要な左膝攻撃に耐えた玉田が防衛に成功した。北の国で微笑むのはどのチームか。7月のリーグ戦の模様は次回のベストコレクションでお届けしよう。史上最強を目指し結成された堀田軍団は、前女マットを、そして女子プロレス界を揺り動かす存在となるのか。全日本女子に激震は続く。